こちらです、こちらです。あ、これいやーよし、ワイブーク、食わだけ新鮮な野菜をライスペーパーで巻くだけ頑張ってメイクしてなりきりましょう、はい、やっていきましょう。さあ、ということでどうですか、りょうさん、どうですか。準備したよ坂田師匠みたいになってる牛はさーって坂はさーそれができんのかい、まあ、ということで、ある程度、はい、メイクをちょっとしてもらったんですけれども、ね、まあ、ここからちょっと先、さらに、似せるためにブラッシュアップちょっと師匠にね、はい、ご教授いただこうかと思います。じゃあ師匠よろしくお願いいたします、はい、お願いします。まあまあ、じゃあちょっとメイクさんも入ってもらってですね、福山さんは素でもうね 65% ぐらいいっちゃってるから、標定だって4だよ。あとね、あの三木さんごめんなさい、口角をちょっと上げてもらっていいですか、はい、あのもう 線入れちゃっていいんで、はいはいはい、こういうふうに上げてもらう、うん、それ書きすぎかもしれないですけどレンズを通すと不思議なもんで見えますもんね。見えるでしょ、うん、書いてると、そんなにと思うんだけど、そで、ね、それでちょっとこう、そう、あの歯を出すとこんな格好のやつが笑ってるの難しいかもしれない。いいじゃないですか。でも、メイクさん、これも頬をね、まあ、あのちょっとさらにこけさせましょうかシャドウ入れちゃう、あんまりやっちゃうとデーモンさんみたいになっちゃうからもうあとワンポイントだけあるんですけど、はい、あの少しちょっと垂れ目にしたいんですよ、ね、垂れ目、はい、で、あのこの下のところにキリッとした、ね、そうです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 。あれの方がいいか、リキッドの方がいいのか。リキッドがいいんじゃないですかお詳しいですよね、やっぱり結構書いてるなと思うけど、はい、やってるとそういう見えてくるんですよね、同化して馴染むんですね、うん、あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、来た来た来た師匠のテンションが上がり遊ばせてる。あ、垂れてきた、ほら垂れてくるとちょっとこうね、貴公子風に貴公子風にこの辺ぐらいにしておきますか。じゃあ僕はこれで、はい、もうこれで、いや、すごいすごい、はい、あのちゃんとじゃあでもだからはっきりしてきたでしょ。すごい、素でも似てんだけど、さらにこの口角とか目を強調することによってこうなってくるんですよちゃんとモノマネ芸人のメイクだな、すごいさあということで、もうずっとしんちゃんを見てるときアクリル板越しに自分が映って面白くてしゃらオールバックだね。ここからそうしようかね、桑田さんね。いや、桑田さんはさ、眉毛がさ、薄いんだよね。あ、色が薄いんですね。鈴木は結構しっかり眉毛だから、はいはいね、これもう消しちゃおう、全部眉毛を全部消しちゃおう そんなに薄いですか。薄い。あ、僕でもやっぱなくなったことないんでね、眉毛。どうなの。僕ぐらいになるとテープで貼っちゃうからねないんですよ。ないのよ、隠すでもない。そうそうそう、昔メイクルームでメイクした時に、あの有吉が横切って眉毛剃っちゃえよって言われてそこまで。そんなに消すんだったら剃っちゃえよあ、もう消しちゃっていいですね。で、上にこの上ぐらいに描きましょうか、少しこういう、なんかこういうへの字っぽく。への字っぽく、はい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 。まず師匠が今もう目を細めてもうポイントを探ってるよ。どんどん消しましょうよ。どんどん消しましょう。そっか、目のサイズぐらいなんですかね。本当だったらテープぐらいでもいい。本当にそうなんだね。それでちょっとおでこあたりにシワを描いてもらうと、年齢的にちょっと若干上のね、昔の最近の横しわです。やっぱカメラ通すとさ、やっぱ意外と、うん、これで描きましょう。若干濃いめでお願いします
すごい、全くシワないからすげえ描かれてる。ツルツルだもんね。ツルツルですね。そんなにシワないってぐらい。だからね、逆に僕なんか年齢いくじゃないですか。そうするとだいたいだん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 一茂さんとか良純さんをやると年齢に近づいてるから、はい、あんまり手を施さないんですよ。あ、そうなんですね。だけど若い人やるときにすげえ困るんですよ。あ、寺田心君なんか最悪ですよ。若すぎですよ。若いって違いすぎるんですよ。タラメにしちゃいましょうかね。タラメにしちゃいましょう。おい、笑いすぎだろ。あー、おかしい、これ。もう、あとはもう桑田さん動きですよ。あ、動き、歌ってる時のこう、ちょっとこうガニ股ではっていう。あー、お腹痛い。声優プレイ。あれ来る季節の中を二人は一人きり、さらりを巻くだけ、明けゆく夕日の中を今夜も昼下がり、さらりどれほど朽ち果てようと最後には笑いたい、何のために戦おうとも時は愛がいい。新しい日々は探さずとも常に新鮮に、ここにいろいろ見てきたけれど、この瞳は永遠にさらり、あれほど生きてきたけど全ては夢みたい。 Come on! あれもこれも魅力的でも私は君がいい。どこにいたの探してたいよ、すれていれすれていれ、何もかも捨てていくよ、どこまでもどこまでも。ちょっと待ってください、すいません、師匠、師匠、皆さん気持ち悪いですか。いや、陽水さんなんで入ってきちゃうんですか。お二方の歌聞いてたら、はい、やりたくなっちゃった。プロの方が乱入してきました。ダメですよ、僕らの頑張りだったのに。そうですよ。いや、もう途中でオチが欲しくなりました。助けていただいてありがとうございます。これはワンコーラス桑田さんは持たないなと思いました。ちょっともうだって、だんだん目が不安になって、だからこれでいいのかな。いや、師匠が施していただいたメイクですからね。でも自信持ってやらないといけないですね。ありがとうございます。この対比がいいですよね。もうみんなが知っている福山さんと桑田さんをね、はい、やるとこうなるよっていうね。まあ、どこのおじさんなんですか。まあでもちょっとどうだったのよ、た今日初めてモノマネっていうのをやってみて。似てないのか。モノマネに出会ってないので。でも声、歌声どうでした。なんか結構、まあ、こっからですよね、はい、だから今日やってくれっつってこれだから、うんうん、はい、これでもう桑田さん の、はい、曲とかを聞けば、もうやっぱこの声優さんのね、はい、やっぱこの耳の良さ、はい、で発音する良さ、はい、これやっていけばもう多分まあかな。もう動きの方に行っちゃった方がいいかもしれない。あ、なるほど。僕ずっとこうやってやってただけですから。だいたいそんな動きしないのね、桑田さんと。こんなステップしないですからね。そこもちょっと甘かったですね。いや、でもさすがの師匠のね、この洞察力というか、いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。神田さんも YouTube をされてるんですよね。はい、やってます。神チャンネルっていうのやってますね、はい。で、そこで、なんとですね、僕このまま竹内がちょっと、まあ、福山として、はい、神チャンネルの方にお邪魔させていただこうかと思います。はい、僕は似てないのでダメです。いいですわ、じゃあ。
見るようになったので、まあ、竹内くんだけで今回ありがとうございます。いやでも、我々の声優プレイに来ていただいてありがとうございました。いやまさかのコラボでした。はい、またじゃあ次はね何かこう新しいネタができるように ね、うん、頑張ってみたいですよ ね、はい、次はまあお二人にねあのプロレスラーのモノマネを伝授して体的にはそっちの方が確かに、ね、体格はいいから。体格はいいんだよね。確かにレスラー体ものまでいけそうですね。あ、いいかもしれない。その秋山さんみたいなこと声関係なくなっちゃうんですよ。せめて声優ったら声でいい。確かに、はいはい、じゃあまたぜひもしよかったら遊びに来てください。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。神崎さんでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。